いやだって量子コンピューターがね、一応聞いてるのは、例えばあのハッキングされまくるじゃないですか。だって、例えば僕のキャッシュクレジットカードの番号なんかも、全部ハッキングされますよね。だって瞬時に全部計算できるわけでしょ。で、そういう法律的な部分とか技術的な部分っていうのは、はい、どうなんですかね。それがあのコンピューターの仕組みが1か0から進んでるから、はいはい、ハッキングされるんであって、はいはい、もし 0.0001 とかですね、はい、微妙にこう、あのまるでアナログのように、移動する計算式だったら、その揺らぎによって掴みきれなくなるっていうのがあって、それはあの東京大学の博士の先生がですね、既にそのベンチャー企業とタイアップして、あの量子コンピューターの開発に取り組んでいるんですね。あと2年もしたら、それが世に出てくる。2年ですか。はい、あのごめんなさい、今なんか鳴ったのを止めてもらったんですか。ドアがほんのちょっと空いていたので、はい、あ、そうですか、ありがとうございます。あのね、こういうところがあのなんか大雑把なんですよねアメリカ的な。で、日本はまずないですね、はい、あのなんか、あ、ここ会議してるんだって言ったらもうすごくチェックされます。ただ僕らが会議室とか使うでしょ、ちょっとでも騒音があったら来ますからね。すいません、他のお客様にごめんなさいですよねうん、だから、ね、そこ昨日も掃除機グッとかね、あまりないです。だからなんかその辺のなんか機微というかね、あの昨日ねハーレーの T シャツ差し上げましたけど、あれハーレーかっこいいじゃないですか。でもなんか部品の一つ一つがでかいんですね。だからそれがいいのかもしれないですよ。でもなんか僕の師匠の高田先生がそれを見てなんかプラモデルやみたいなのを言ってらっしゃった。でもそれかっこいいかもしれませんよ。まあ大雑把なんですよ。でも日本はすごく細かい。だからこそその細かいね。技術があるわけですよ。例えばね、あの何ミクロンかのレジがあるんですよ。これ、ね、東大阪の中小企業がですね、技術を結集していろいろやってるんですね。何ミクロンかのレジっていらないんですよ、うん、目に見えないですよ。もう電子顕微鏡で見ないといけないようなレベルのですね、これネジがあるわけですよ。それは本当町の工場がね、技術を持ってるんですよね。で、将来それが使えるかどうかは今は分かんないけども、でもきっと使える時が来るじゃないですか。そういう基本的なね、なんか役に立つかどうか分からないような技術をたくさん持ってたりするわけですね。だから細かいこともできる、大雑把ではないというのは非常に大きなポテンシャルかなと思うわけですよね。じゃあ2年後くらい、2年で、はい、じゃあもう爆上がりですか。そうですね、はい。だからやっぱりね、やっぱなんか江戸川さん人気なのは、人気だとか別にちょっとわざと言ってるわけじゃないと思うんですけども、希望を持たせる話が結構多いです。で、僕もそれはもちろんそれはそういうスタンスでいますよね。どうですか、なんかそういう話を。先ほどちょっと医療の話って、はい、何の話か。医療ですね。オーダーメイド医療っていうのが言われてるんで、はいはい、で遺伝子っていうのが、はいはい、あのされたと思うんですが、はい、もう遺伝子情報っていうのはどのぐらい、どこにいますか、日本人の。遺伝子情報っていうのは、はい、その時は一人一人が遺伝子をそこでその場で取って、今こういう診断を受けたら、もうすぐ量子コンピューターによる解析装置にかけると、自動的にですね、薬がポロンポロンって出てくる、その人のための薬が出てくるっていうんですね。例えば私がちょっと乳がんになっちゃったってなった時に、はい、その人の遺伝子情報を読み取って、その人の遺伝子情報に乗っ取った薬がオンリーワンの薬が作られます、ね、その場で。がんをやっつけるだけのオンリーワンを開発できる、はい、日本の製薬会社とかコンピューター会社、まあ、その量子コンピューターが作ってくるんですね、はい、すごいですね。すごい、すごいですね、うん、日本の医療もね、やはりアメリカに住んでおられるとお分かりかと思うんですけど、まずここは介護保険制度がないんですよね。で、そこ、はいはい、看護師さんとかも、ドクターも優しいんですよ、日本の病院と、はいはい、で、はい、私たちはアメリカ住んでると、風邪ひいたぐらいで普通に行きませんよね、もうみんな。もうインフルエンザでもいい、よっぽど喉が痛いとか、もう死ぬかもしれないと思わないから行かないんですよ、うん、でもやっと張って日系のね、ドクターのいるところ行ってね、でも死ぬかもしれないと喉が痛いって言って、うん、肺炎なんてないからだけレントゲン撮って、うん、でもそれだけで800ドルとか。そうですね、で、うん、いや、確かに、ね、北欧とか日本みたいに介護圏っていうのは素晴らしいと思いますね。でも逆にね、じゃあ日本ここダメだろみたいなのあります？ここもうちょっと良くした方がいいよみたいな。待ち時間がちょっと長いかなって、例えば大学病院とか。あ、そうなんですか。結構待ち合室に、はい、こっちは完全にアポイントメント制なので、うんうん、2時に行けば大体2時10分から15分、もう遅くても30分以内には
あ、そうですか。慶応病院とか行ったら、あの待ち時間2時間で診察が2分とか、1分ぐらいで、あ、でもね、それね、改善されてます。僕の近所の耳鼻科もあのスマホで予約です。あ、そうですか。でそれはテクノロジーでできますので、その文化的なものではないと思う。それにおそらくですね、あの改善できると思いますね、まあ、要するに早いとこそういうね、あのコンピューターをね導入してるとこは多分早いと思いますね、うん、だからそこまであのきめ細かいというか、一人一人 の、 あの患者さんに対して、うんうん、できる限り多くの患者さんを、たった一人のドクターが過労になって死にそうになっているのを、うん、あの見てあげようっていう、うん、その姿勢がすごいなと思うんですね。こっちのドクターはもう今日午前中準備したからもう帰りますって帰っちゃう。おう、ね、まあそうですよね、なるほどなるほど。ね、これ、ね、5万円ぐらいするんですよ、一部屋、ねね、なんか、すごい音楽鳴らせちゃう。まあいいですよ、もう原始だよ、ね、あの閉めてるだいぶ大丈夫です。あの今、頼んできたんですけど、はい、ちょっとはつあのしてくれて。何してるんですか、その隣、はい、なんで音楽鳴ってるんですか。あのそこにフィットネスセンターがあるので、ジムですね、その関係が。あ、なるほど。じゃあちょっとボリュームを下げてもらったって感じですか。はい、そうです。あんまり、あ、ちょっと下がったような感じがしますね。はい、でもまあ、 あの音楽ないとダメなんですかね。いや、あのなんだろう、全然余談ですけど、昨日その隣のメキシカンバーに行ったわけですね。ずっと鳴ってたら平気なんですかね。私もう気づかないレベルですもん、最近慣れちゃって。あ、そうなの。うん、あのフレッシュに日本からいらした、はい、お客さんが、はい、あのこういうの気になるっていうので、あ、やっぱそう思うなって思って、うん。まあ、だからまあそれ文化の問題ですから、これ言い悪いじゃないんです。これ言い悪いじゃないです。気づかなくなっていた。例えばその皆さんというか、そのこちらの方がですね、日本に来て静かな場合だら、これはなんだ、おつやか。いや、お酒飲むのにもっとハッピーに行こうよって、うん、これ文化だから、まあ、毎週です。ちょっと話、まあ、とにかく何が言いたいかというと、あの、まあ、別に日米企画を今日するつもりではないんだけれども、まあ、今後ストーリーの中で、日本が一つの局にまた戻るという考え方でいいということですね。そうですね。なるほど。それでもすごくあのいいですよね。でも、ちょっとごめんなさい、あのめちゃくちゃ蒸し返すんですけども、2025年の1月に生きてたら、はい、俺たちは勝ち組だっていうストーリーは一応変わってないってことでいいですか。それをもう一回確認したいですか。はい、時期的にはもうちょっとずれそうですね。もうちょっとずれそう。2016年。2026年。それがなんか一つずれるだけですか。1年ほどずれるって。それ何ずれたんですか、そこは。2025年に、あ、2024年の3月、4月って言ってた、デフォルトが、どうも2025年に伸びそうなんですね。デフォルトするんですか。通貨は少なくとも使えなくなるって言ってましたね。どれくらいですか。日本円が使えなくなるんですか。日本円が使えなくなるんですか。日本国内ですか。だからもう新通貨に変わるのが2025年。はい、あ、いや、それはもう1年伸びた。え、ごめんなさい。2024年の4月に新通貨になるから相当しないですか。あ、すみません。あと、今予定、その予定ですよね。うんうん、その予定ですけど、いずれにせよ、あと、うん、まず、あの、社会保険制度が、うん、今、お見えいただいた日本の社会保険制度が潰れまして、はい、そして、いわゆる、まあ、でも、あのと、まあ、私が情報を取ってる H さんは、うん、あのデフォルトだと言ってます。あ、そうなんですか。はい、でも僕らデフォルトないって他の人から聞いたんですが、あ、それはですね、はい、つまみ食いして聞いてる人の話ですね。じゃあデフォルトって具体的にどうなんですか。デフォルトってのは、はいはい、要は日本円が世界に通用しなくなるということですね。ドルとは交換できない。いや、だから結局じゃあなんだ、日本円持ってたらダメじゃないですかっていうことで、なので新通貨となら交換できるわけですね、はい、あ、まあまあ、でも一緒じゃないですか、円としては別にそのいや、だから刷新されるだけでしょ、渋沢が一緒にされるだけ。あ、まあまあそうですね、はい、まあ、言ってみればそういうことです。いや、だから今でも聖徳太子の一万円札は普通に使えるじゃないですか。はい、ただそこから先は、旧紙幣が一切使えない、デジタル円に変わるわけですね、うんうん、要はデジタル円としか互換できない、交換できないという事態が起きる。
いやただ僕がね、諭吉を持ってるとするじゃないですか、はい、でそれも使えないですか、だからだ、まあ、銀行持っていけば変えてもらえますけどね、もちろん、はいはいはい、あ、じゃあいい、物々って良くないですか、まあまあ、だからあの日本円を持って海外に投資しても、うん、あの海外で使えないというわけですね、でも今僕も円持っていかないですからね、まあ、僕もだからなんか、まあ、こういうスタイルだからかもしれませんけども、あのね、カードでやっぱりテープと思いますので、あんま支障がないような気がするんですけど ね、 でそれをもってデフォルトかっていったら、ちょっと僕のイメージしてるデフォルトとは違うような気がしていて、でデフォルトって言ったら、はい、本当にそのものすごいインフレになって、パン一つ買うのにめちゃくちゃ行列みたいなイメージがあるわけですよ、うん、でその銀行からお金を下ろすためにですね、何日も長蛇の列があって、で1日5000円しか下ろしちゃダメよみたいな、そういうなんか状態をイメージするんですけども、ではないですか、あのなのでデジタル円にすることで、うん、スマートに切り替えが可能ですよね、うんうん、例えばせいぜい、うん、あの土日の2日間だけ下ろせませんと、はいはいはい、で月曜日からはデジタル円だけ、うん、あのでこう買い物できますよとですね、うん、でも今中国がそうじゃないですか、はい、中国もあの元の紙幣なんてほとんど見ないって言ってましたよね、うんはいうん、そしたらシステムとしてはそういう形になってでもなんか僕はここを思うのがデフォルトとはちょっとなんかイメージが違うんですよね。デジタル円に変わるこれをデフォルトというとはちょっとなんか違う気がするんですけど、まあ言ってみればデノミっていうやつですかね。まあそれは分かります。1万円を100円、うん、新デジタル円で100円とするとかですね、うんうん、いや、その本当にデフォルトになっちゃうともう日本円使えませんので、じゃあこれから米ドルですみたいなジンバブルみたいになるから、まあ、そこまではいかないと思うんですけども、うん、ただしばらくは日本円が海外では使えないというのはあると思うんですね、しばらく。でもクレジットカード使えますよね。いや、だから俺、ね、ちょっとごめんなさい。例えば、なんとかさんがですね、はい、デフォルトあるって言って、で、新元に切り替わりました。ほら、デフォルトだってドヤ顔されてもちょっと厳しいなと思ってるんですよ。だから、デフォルトっていうのは、やっぱり本当に我々の生活では苦しめられるという状況じゃないですか。お金が使えない状況ですね。使えない。だから、これもう、1万円札の今やったらね、あの寿司食えたのは、いや、これ紙ですよって、うんね、トイレも使えませんよっていうのがデフォルトだと思うんですけど、うんまあ、そうじゃないわけでしょ。まあそうですね、ちょっと定義が。定義が。そういう意味の、うん今言ったお金が使えなくなるデフォルトではないっていう意味ですね、うん。だからそれがなんか信玄に変わったらさ、みんな知ってるってね、発表されてるよって、それをデフォルトにしたかって、親御さんとかもちょっと、俺の行き場所がないっていうか思うわけですよね。はい、まあまあいいですね。まあ、いずれにしてもなんかそういうお金に対するなんか考え方とか接し方がまあ大きく変わるというのは分かりました。大きく変わるという。で、はいまあ、それでガーッてやって2026年の1月でウェイという感じですか、はい、ちょっと1年伸びちゃいましたね。そうなんです、はい、もうちょっとあの免疫高めてですね、はい、健康で生きていけばというところです。なるほど、でもね1年だっという間ですよね。ただ去年の今頃はですね、こういう話はしなかったんですよ、うん、去年の今頃、あの去年の今頃にあの名古屋の懇親会ですよね。ああそうですね、はい、であの時にそういうのに非常に詳しいあの国との仕事をしている方も一緒にいらっしゃいまして、でいろんな話を聞いてめちゃくちゃ面白かったんですね、でも その時にも実は、船会社の株の話もしたわけですよ。そうですね、日本郵船 で、 でその時に株を買ったら今頃10倍だったんですね、はいね、まあ、いろいろそういう情報があるということですね。それでね、まあ、ちょっと昨日の話のダイジェスト版みたいなことを今やってるわけですけども、昨日ちょっと面白い話があったん でここはあの動画では絶対出せない話なんですよね。あ、多分フラストレーションたまると思いますんで、なんか何を買ったらいいんですかね、これから先。まあ、ワインですね。あ、なるほど。あのもう東電で言ってたんですけど、東電はもう3倍4倍まで来てて、でもしかも今乱高下してますんで、自信がない人、あと利益確定の下手な人は、もう日本株は手出すのはちょっと厳しいかもしれない。でも日本株買っとけって言ってたじゃないですか。それは去年、あと今年の2月、うん、あ 去年の12月から2月、3月あたりだったら、まだまだこうギラギラギラ、うん、あの低い価格でギラギラ言ってたので、そこから春先はぐくっと上がってきましたよね、6月の上がりましたね。はいはい、そこで、まあもう
日本郵船だったら、あの1000円で買えてるのが一番南部まで行ったりとかですね。うん、いや、じゃあ、もう一つ東電の話で言うと、はい、水素エネルギーの革命が起こって、はい、それがもうなんか、今言ったら、今600円ぐらいですか、1株。そうですね。で、確かあの時100円で、180円で、250円とかで買えたんです。それが600円ぐらいだから3倍になってるわけですよ。はい、でもそれは例えば、なんだろう、任天堂とかキーエンスみたいにですね、はい、何万円ってなるっていう世界にはならないですか。まあ、1万円まで行くと思われてるんですけど、はいはい、ただ、ちょっとあの雲行きも怪しい部分も出てきたらしいんですね。はい、ただあの、その時はあの、安倍さんが生きてて、あのとにかく600兆円の資金を、はいはい、国の予算としてあの福知原発の汚染水処理と、うん、水素エネルギーの開発に600兆円注ぎ込むという国策でやってたんですね。はいはいはい、それがあの株価を押し上げたんです。うん、ただ安倍さんは8月に来て、はい、7月に、はいはいはい、まあ、不幸に遭われたので、はいはい、そこからちょっとあまり雲行きが怪しくなった。この話はでもあれですよね。はい、ってみんな、ちょっとどんどんその買っちゃったのにみたいなありますよね、きっと。まあ、ただ、来年1月、2月あたりからぐっとこう日本株。でもね、それね、やっぱりね、株はね、ここありますからね。これがないやつが欲しくないですか。これがないやつ。ありますよ、ありますよ、今言ったやつです。ワインですね。あの絶対に下がらないですよ。はい、あの銘柄があります。ただしですね。グラフィットです。それメモった方がいいですよ。で、それをどこで発注したらよかったですかね。あの日本国内にある会社ですから、はい、そこで、ネットで申し込んでください。でもなかったんですよ、調べたら。ソールドアウト。今ですね、ロックフェラーが買い占めてるんですよ、現地で。でも調べたら、アメリカとかではやっぱり1000ドル、1本1000ドルぐらいとかで売ってるのもあって、はい、で保管するのはセラーがいいんですね。そうです、そうです。でセラーは1本66円で終わりがいいってなっちゃって、はいはい、うん、じゃあこっちでパッと持っていくとかってちょっと思ったんですけど、まあそれはこれ自己責任になりますよね。あの、その間の輸送も全部保険がかかってるものですね。それも調べられたんですね。じゃあ調べました。なかったんですか。もうなかったです。その今言った銘柄は。でも別にその銘柄に限る必要ないですよね。まあブルーウォールでもウォールドでも、であれば大体あの、うん、今後ただ、うん、間違いなくピンポイントで何って言われたら、なぜかというとロックフェラーが買い占めてる。もうこれに尽きるんです。ほう。それでもどうやって手に入れるんですか。今なんかないって言われましたけど、あのお店に電話すればいいだけですね。そしたら探してくれるので4、5本は見つかります。ほう。直で電話してください。もうすみません、あの国際電話料金かかりますけど。でもね、それはあのとにかく株は困りますよ、ね、暗号通貨は困りますよ。でもワインは絶対下がらない理由があるんですよ、やっぱりね。ロックフェラーじゃなくてもそうですけども、中国人が買い占めまくるのと、あとだから1980年に、めちゃくちゃですよ、で80年に作っためちゃくちゃいいワインだったとしましょう。でもそれは二度と作れないでしょ。1980年のワインをさ、2022年に作れないわけですよ。だからその不可逆的な、ね、価値っていうのがあるわけですね。だからそれは僕実は大富豪の人として誰に聞いてもワインって言います、はい、現地に買い付けに行ってもいいわけですよね。現地買い付けに行っても売ってくれません。売ってくれないんですか。そうです。商社しか売ってくれないので。そうなんですか。なるほど。フランスはじゃあ流通してるものなんですか。はい、だから流通してるものを拾うしかないんですよ。そうですね。今だったらさ、ラストチャンスみたいです。あ、ムートンとかでも同じか。まあ、ムートンでもいいと思います。それからちょっと人気が低いので。いや、もしかしたら山崎のウイスキーとかもそんな類かもしれませんよ。いや、めちゃくちゃ上がってますもんね。ジャパニーズウイスキーの評価がめちゃくちゃ上がってるってマジ、はい、とにかくあのブドウですね。あのブルゴニア、ボルドーのブドウが、今気候変動と今度の、まあ、核の汚染の脅威からこう、まあ、今後どうなるかは分からないのでですね、うんうん、あとね、高級時計、うん、ですよね。手に入らないんですよ、高級時計。
ねえ、R がつくところとかですね、うん、入らないんですよ。でね、まあちょっとすみません、あのこれを僕ね、転売しようと最初思ったんですよ、うん、横島の考えですか。でね、360万円でカードでアメリカンエクスプレス切りましたよ、つけました。絶対転売はしません。なぜかというと、転売してもどうせ差額ね、100万200万か、ね、もらったところで何でもないわけですよ。でもこのね、黄金に輝くあまりその手に入らないです。もう持ってるだけでもうなんか、俺なんか時給100万円ぐらいの勢いなんですよ、自分の中で。あ、俺もなんか時給100万円 の世界で、それで転売したらさ、その時給100万円の世界がなくなるわけでしょ。だからなんかね、金の魔力とかね、そういうのが大切ですよね。だからもちろんワインをね、買って資産として保有するのは大切ですけども、結局何かって僕はやっぱ波動だと思うんですよ。物の波動で、あと物の波動、人間の波動、バイブレーションで、それがどこであの生み出すかって言ったら、まあ、メンタルもそうですけども、あと言葉とか、あと表情とか、だから結局そういうところにね、行き着くのかなというふうに思うわけですよ。だからまあ今後ね、お金のね、こういうお金のね、資産運用も大切ですよ、ね、危機管理大切ですよ ね安全も大切ですよね、健康維持も大切ですけども、やっぱり最後はバイブレーションということで、なんか前半を締めくくらせてもらってもいいですかね、はい、なんか最後になりますか。私最後に一つ、はいはい、知りたいなというか、はいはいはい、太陽の活動がマックスになって、はい、落ちてきていくっていうのは目に見えて分かる時期って、もうこの30年間で 60% まで落ちてるんですよね。ソーラーフレアがなんか2025年説とか、2030年に襲う説っていうのは、私もつまみ食いで悪い説なんですけど、ちょっとどこかで聞いたと思うんですが、その辺っていうのは、ね、ちょっと。まあ、とにかく近々っていうことしか、ソーラーフレアその近々っていうのは2、3年以内にですね、一度コンピューターが全部やられてしまうんですね、回線が、はい、じゃあ EMP を受けた波のダメージがあるということですね。いや、可変性になります。そうですね。ああ、準備しといた方がいいですかね。それともいい、ね、これが起きた時はどう対処したか、というかもう対応されるおつもりなんですか。僕何もしないです。何もしてない。はい、リスクとかも全くしない。だから最低限しますよ、はい、だから地震とかね、うん、そういうのが来ますので、でその備蓄ボックスはありますよ、うん、でもその程度です。だからその国はモバイルバッテリーをね、いくつかやってるとか、それはありますよ、うん、だから、ね、なんかその太陽活動が活発になったら減少するからなんとかっていうことに対してはもう手の打ちようがないところがあるわけですよ。で要はね、こういう考えだとちょっといいかどうかわかりませんけど もうみんな沈むんなら、もう俺はそれはそれでいいと思ってるんですよ。だ俺だけ沈むのは嫌だから、それはガードしますよ。で逆に自分だけ出し抜くのも俺は OK だと思うんです。だから今の情報なんかね、だから銀行に預けてるよりは、例えば銀行の貸金庫、ね、月に600円ぐらいで借りて、そこに銀行って入れてるとかね、そういうのはなんか結構ね、でそういう知識が大切だと思うんですよ。でもその天変地異的なところで、みんなその行くんだれば、もうそれは仕方がないと。ただ、その上でも、それでまあ備蓄ボックス程度は、僕やりたいとは思います。うん、なんかそうですね。太陽活動の低下で何が一番問題かというと、人の免疫力、免疫低下なんです。なるほど。一度下がれば、はい、免疫力は何十パーセントも落ちると言われてますよね。そういう意味でいかに気候が寒冷化に向かおうとも、うんうん、とにかく女性は足元を冷やさないようにするとかですね。まあ、もちろん男性もそうなんですけども、うんうんうん、要は、体温をすでにたこう高く持つため の、うんうん、暮らしをいかにたもあし、やっていくか、うん、これだけなんですよね。これだけですよね。そこだけです。元気であれば働くことができるんで、お金あるとなんとかなるし、まあ、作物だって畑やろうと思えば作れるんでですね、はい、そうですね、はいはい、移動しようとなれば移動できる、元気であればこそ。でその元気であるための、じゃあこれをやっとけばってのあるんですかね。まずは女性は極力冬に向かえば向かうほど、シルク、自然素材ですね、うん、シルク の、ストッキングを使うとか、
あの肌着もできれば家では綿100をきあの身につけてもらう、ね、要するに化学繊維は石油製品なので熱を奪い取る、ね、あだ熱を奪い取る系はやめとこうということですね、はい、身にまとうものからちょっと変えていく意識してですね、はい、で綿やシルクとか、まあ、例えば麻とかもいいと思いますけども、そういう自然素材のものは、まず体温を下げないと。そうですね、はい、あとはあの摂取するものですね、うん、まあ、今ビーガンとかいろいろありますけど、お肉は絶対食べてください。よかった、はいはい、どうしようかと思ってこの後お肉食べるのに、お肉食べるから人ってあのあ、まあ、動物性タンパク質ですね、うん、これは必ず取る。あ、まあ、そうですよね、別にお肉、ね、お魚でもいいっていうけれども、うん、ただまあ極端 なんかその一時的に俺も最初になることがあるんだけども、ね、極端になんか思想的にしかもなんか肉を食べてる人をやっつけたりと なんかあのトマトスープを合コンに投げたりとかさ、ああいうのはちょっとダメですよね。まあそうですね、はい、なるほど、まあ、そのぐらいです。 あと昆虫食はダメっていう。おお、そっちでもなんか推進してるような気がする。あ、そっちの方にもそういう手法で食べらしてるんですけど、それはあの自然由来のお肉がタンパク質が今取れなくなってきてますよね。牧畜も。だからその代わりに、タンパク質を昆虫のタンパク質を取ろうという計画なんですが、昆虫のタンパク質を食べるとあのちょっと因果関係は分かりません。脳が昆虫がするって言われてるんです。その辺はあの日本のその先ほど。はい、国との機関で働いているあの IT の社長さんが、官僚から聞いた話だとして教えてもらってますので、いやもちろん文化としてイナゴを食べるとかは、うん、俺全然いいと思いますよ、うん、それはまあ、かっぱえびせんばっかり食べたら体に悪いのと同じようにばっかりは良くない。でも文化としてイナゴとかハチの方はいいと思いますけども、それがなんか、主たるタンパク源になるっていうのは、どうやらちょっと間違った方法じゃないかと、うん、でもそれよりももっと効率的なタンパク質の取り方って実はあって、それは例えばゲノム編集っていうやつでですね、例えばあの、まあ、その方からよく聞いたのは有名な話としては、あのサバっていうのは非常に攻撃性が高いから100匹飼ったら10匹しか残らないわけですね。でもそこの攻撃性の高い遺伝子をチョキンとするだけでですね、それが半分残ると、そしたらまあ大体4割とか5割とかですね残ってしまう、残るのでタンパク質が我々得やすいじゃないですか。だからそのゲノム編集というとなんかえとか言う人結構いるんだけども、あれなんてことなくってシャインマスコット作るんだからゲノム編集みたいなもんですからね、うん、だから自然で起こっていることをほっとけば自然で起こることをちょっと手を加えるのがゲノム編集であって、で遺伝子組み換えたのは外側で新しい遺伝子を作ってそれとガチャッとする、だからそもそも違うという話があります。ただし遺伝子組み換えに対しても完全に悪いかどうかってそれは分かりません、正直言って。だから印象は悪いけどね。でもそれ長年の蓄積の中で変になる可能性があるかもしれませんけども、まあ、一応、ね、そのアメリカってのは非常に厳しい、特にヨーロッパは非常に厳しい、基準を乗り越えているのであれば、まあ、我々生きている間ぐらいのかなみたいなね。で私はあの遺伝子組み換え食べません、納豆は絶対遺伝子組み換えしてませんって食べてますって言って知るんだけどさ、今時ね遺伝子組み換えしてますって書いてる納豆はありませんから逆にあの何も書いてない場合もあるんだけども、ほとんどの場合書いてるわけですね。でも納豆菌は遺伝子組み換えです。あと油という油、中根油とかですね、この油全部遺伝子組み換えですからね。だからもうそういった意味ではもう逃れられません、はい、だからまあまあいいです、うん、何の話だっけ、まあそういうことで、昆虫食だということですね。まあ、そうです、あの要は生き残るために何が必要か、肉を食べましょうって話すと、自然由来のお肉を食べる、あとは体を温めるっていうことですね。もうこの2つ次シルクのストッキングですね、はい、女性は、はい、だからシルクにしてもね、やっぱりお高いものがあったりするんですね。でお高いものを普通に買えるぐらいの豊かさを得たいじゃないですか。そうですね。年百は、まあはい、にするにしてもですね。はいはい、どうしても価格差が違う、はい。自然由来のお肉ってオーガニックとかプラスフェッドとかそういう。まあ単純にあの牛さんとか豚さんっていう、はい。自然じゃないお肉なんですか。今はあの腎臓肉が開発されてるんですよ。培養肉。ラボですね。でもそれは僕は肉とは言わないと思ってるんで、ただ今後あの寒冷化が進めばするほどその比率が上がってくるんですよ。ステーキと同じお肉が京都大学でなんかありますよね、うん、食感的にとか味的にもどんどん変わらないみたいなね。栄養的にはどうなんですか。でもそれは
でもやっぱりね、まあ、不自然なものは ね、なるべくと思いますよ。うん、でもサプリメントならどうなんですか、そういった意味では。サプリメントですか、はい、なんとも言いようがないですね。あのサプリメント主義者の方もいらっしゃる世の中ですから、触らぬ神にたたりなしということなんですね。まあね、まあね、はいはい、いやだから理想を言えばサプリに頼らない方がいいというのはそれは理想論としてあります、はい、ただしサプリを頼らない、サプリを摂取しないと悪くなる場合結構あるわけですね、うん、でそこはやっぱり適宜っていうことですよね、はい、だと思います。補いたい人はいると思うのでサプリで、うん、いや逆に補わないとバランスが崩れる人いるわけですよ。でも今はそういうバランスが崩れるのをサプリで補うことができるっていうのは僕は逆にポジティブに捉えたいと思いますし、だからってそのね、なんかいや何でもかんでもサプリでいいのよっていうのはね、ちょっと僕はそれは違うと思ってるので、やっぱり最初にバランスですよね、はい、なので、まあ、あえて、いや、まあ、否定はしないでいいですね、うん、はい、まあ、なんか明確に否定するというのは、ね、あんまこの場の趣旨でもありませんので、はい、まあ、それぞれの好きなものをやったらいいと思いますけども、だから別にあの肉を食べるからといって菜食の人から別にとやかく言われる筋でもないという、ところでは、ね、なんかお譲りいただきたいところありますよね、というわけでですね、あ、そうそう、それでね、次に行くんですが、シルクのね、要するに衣服を身につけたためにはお金が必要ということですね。でお金に関しては、ね、エドワーさんの理論では、ちょっと日本円で言いましょう。日本で3000万円までは、全部思い込みで OK ということですね、はい、年収3000万円までは、はい、思い方をちょっとずらすだけで、はい、誰でも、まあ、年収300万の人が年収3000万円になるのは秒でいきます。秒で、それは考え方もしくは情報空間を変えていくというアプローチなわけですね、はいはい、まずは考え方を変えずらすだけでもいきますし、はい、もっと早めたいんであれば、情報空間を考える技をこの後提供いたします。それは